どうも松本です。ハンピレイです。うわしょい。防災知識増やしてリスクをハンピレイ。この番組で防災知識を増やしていきましょう、ということで、リュウジさん、はいはい、あの突然なんですけどね、最近スマートセンシングとか、あのリモートセンシングって聞くと思うんだけど、よく聞きます。これね、ある技術の総称なんですよ。総称。このある技術とは一体何でしょうか。ほうほうほう、はい、3文字でお答えください。クイズ。クイズ得意ですよ。です。3文字でしょ。はいはい。レッサーパンダか。レッサーパンダか。それパンダ技術って何だ。エイサー。沖縄か。おい、踊らんでもいいのよ。あなたダンサー。踊らんでもいいのよ。踊り技術っておかしいでしょ。パンサー。尾形さんか。おい、サンキュー。先輩じゃん、吉本芸人の先輩。どうやさ。今行くよ来るよ師匠。それ師匠のギャグじゃけ。お前全然違うじゃんか。正解はね、センサーでした。センサー、どやさ。どやさじゃない。こんなにね、不正解連発するとは予測できませんでした。お笑いコンビハンピレーの防災知識増やしてリスクをハンピレー。流れるような松本さんの瞬時のツッコミ、さすがです。いやいやいや、私はセンサー観測機の技術を使ったリモートセンシングと呼ばれる宇宙から撮影された衛星データを活用して防災情報の可視化の研究をしている佐久野です。例えばですね、2018年7月に発生した西日本豪雨の時、土砂災害が発生した直後に撮影された衛星画像、これですね。災害前後の衛星画像を重ねてアニメーションにしたものですけれども、この魚の骨みたいなこの白いとこは全部、土砂災害のところなんですね。こういった広域の情報を、把握するのに非常に役に立つと言われています。ところがですね、この白いところ、これが雲なんですね、はい、雲があったらこの画像映らないんですね。ですからこの雲が映らないような映像レーダーと呼ばれている技術で、可視化する研究もやっています。ほう、その映像レーダーってどういったものなんですか。はい、こちらを見てください、デジカメで撮ったような可視画像は雲がいっぱい出ていますね、はい、それに対して映像レーダーの方は雲は全く映りません。そうですね、はい、でしかも、この色がついているところは水害があったところということで、はい、雲の上から雲を通して下を見ることができるという非常に便利な、技術なんですね。でこういうものを使って、災害の時でもですね、瞬時に広域の情報を確実に取るということを研究しています。私がこの西日本豪雨の災害の時に最も痛切に感じたのは、こういった災害が起きてからの、情報では遅くて、情報を予測することがもっと大事だなと思いました。そこで私はまず X レインと呼ばれている高解像度の地上雨量データ画像を使って、時々刻々と変化する土砂災害の危険度の可視化を行う技術を取り組み始めました。今後はこの図を災害が発生する前に可視化することによって、土砂災害から身を守る行動にいち早く移れるようにしたいと考えています。最後に、このような災害画像の可視化や解析技術は私のような研究者のみが行うには限界があります。やはり普段から地域をよく知っている行政の方々や市民自らが可視化できるようにすることが大切です。広島大学では解析方法を知ってもらうための教育も行っています。専門家でなくても操作さえ覚えれば衛星画像を分かりやすく可視化できるツールがたくさんできているんですよ。見てくれ、これ何？広島吉本も開発したお笑い数値を可視化するスカウター作ったんや、これ。いやいや嘘つけ、すごいやろ。いやただのカメラじゃないこれ。いやいや、スカウターやこれ。スカウター、ちょっとこれで俺も見てくれ。いやいや、覗いてみてくれ。お笑い数値がわかんのこれ。出るから、ここ。そうや、スカウターってそうやろ。こうか。え、お笑い数値1000万円よこれ。ほら出たやんか。壊れとるじゃん絶対。今年の M1 グランプリ優勝して1000万取るということが可視化された。ほんまに。あ、じゃあまあ頑張ろうね。頑張ろうぜ。お、心の友よ。いや、ジャイアンかお前。目標も可視化できるとすごくいいですね。いや、ありがとうございます。いや、僕らを優しく見守ってくれてね、ありがとうございました。じゃあ最後、定番のやついきますよ、はい、防災知識増やしてリスクをハンピレイ。今のお笑い数値は1です。